もう一回聞いてこいって。まあ、ちょっと待って、ちょっと聞いてみようか。お姉さんに聞いて、お姉ちゃんに聞いてみる。ここから聞いて。長崎から来てくれたって、ほら。すごい、日本のね、いろんな県からたくさん来てくれてるよ。あ、後ろの僕にも。どこから来てくれましたか？神戸市から。ありがとうございます。本当にすごい、たくさん。お姉さんも聞いてみようかね。宮城県、ここに一つも被るところがないです。すごいよ、熊本。うん、皆さん本当にたくさん、もっともっと言ってほしかった。みんな、あ、いろんなとこから熊本県に来てくれた。嬉しいね、熊本に会いに来てくれたんだと思うよ。よかったね、熊本。嬉しかですね。ありがとうございます。じゃあ、金大の友達とかいるのかな？ちょっとさっきバーってね、みんな言ってくれた県がちょっとわからんかったけれども。海外の友達聞いてみましょう。Where are you from? あら、今日少ないだね。じゃあ聞いてみましょうかね、お姉さんに。Where are you from? 中国です。中国、チャイナー。ありがとうございます。拍手お願いします。本当にね、ありがとうございます。やっぱりね、いつもはね、海外の方多いんだけれども、夏休みだからかな、日本のね、県外の方もたくさん来てくれてるね。嬉しいね。今日もね、じゃあたくさんのね、県外、海外にね、ハッピーを、海外の方にハッピーをお届けしたいと思うんですけれども、さあ、じゃあちょっとね、何をしますか今日、お友達と。うん、何しようかね、何したいと思うかね、考えてるよ。どうしようかね、ほらたくさんね、いろんな県外から来てくれて、海外からも来てくれてるからね、せっかくなので夏のね、いい思い出になるようなね、何かできないかな。うん、すごいじっくりか、じっくり考えてるよ。本当はね、来る前に考えてきてほしかったんですけどね、クマも。これ30分？それはやめてよ、クマ。やばっ。思いついたそうです。何？うん。クマも立ちますと。うん、両方やると、タッチとも、あ、違う、何くまモンタッチか、ね、どっちがいいか、みんなに聞いてみる。あ、そうしましょうかね。じゃあね、みんな何がしたいかちょっと聞いてみましょう。じゃあですね、今から皆さんにどっちの、お互いに1個あるんですけど、どっちを皆さんにしたいか聞いてみたいと思います。まず1つはくまモンタッチという歌なんですけれども、くまモンと一緒に口とか、ほっぺとかね、お尻とか一緒に体のいろんなところを触るって遊び歌です。これがくまモンタッチと言います。もう一つがハッピークマモンという歌なんですけども、ハッピークマモンはですね、どうしたの、またね、バイバイ、また来て、はいよー、あの人は行きたいよ、バイバイ、また来てねー、僕の時間よ、くまモンね、また来てくれる感じですよ。ね、ね、ハッピークマモンですね。クマモンのお名前を呼んでもらう歌になってます。クマモンと呼んでもらう歌です。そのハッピークマモンタッチかハッピークマモン、どっちをしたいか聞きたいと言ってます。クマモンが。じゃあどうする？当ててあげてもらう？当ててあげてもらうか。じゃあですね、クマモン